こんばんは皆さん。こんばんは、来てくれてありがとう。ありがとう、来てくれて。水飲もう。ありがとう。今日も楽しい一日でした。ありがとうございました。お話、直接お話し会、広島楽しかった。楽しかった人、はーい。ありがとう。ね、今日はお肉ですね。あのね、800円ぐらいの売ってたんですけど、牛肉がめちゃめちゃ美味しかった。あれだけ2個食べました。今日めっちゃ食べちゃったのこんなはずじゃなかったのに、こんなはずじゃなかった。まさかのトラップがありましたね。こんな幸せな、そう、柔らかくて美味しい。サッチークイズどうでしたか？ちょっとね、答え合わせはね、またいつかします今日はゆっくりと話しましょう。スムージー何杯も飲んじゃった。え、わかる。スムージーは昨日合わせたら2回飲んだ。そう、こんばんは、来てくれてありがとう。よかった。そう、今日たくさん減りました。サッチークイズ全部で何問あったんですか？30問ぐらい用意してたんだけど、そう、でも実際出したのはね、ほんとちょっとそう、お疲れ様です、ありがとう。やっぱりね、浴衣ってすごいテンション上がる。めっちゃいい。ありがとう。また今日のね、問題についてはまた後日しますそう、サチの色紙を見ながらお酒飲んでます。あ、それは倍美味しくなりますね。みんな全部違うからね、あれ直筆だし、頑張って書いたんです。そう、もうみんなに言うなぜなら頑張ったから。もうね、そう、全部帰ったんだから、そう、みんな喜んで欲しくて頑張りました。絶対に過保にしてくださいそう、みんなに喜んで欲しいんです。確かにスチッチありがとう。今来てくれてありがとう。さて、ジーキル本当に本当に今来てくれてありがとう。さて、来てくれて、こんにちは、来てくれて、今来てくれてありがとう。なんかめっちゃ書いたんですよ、色紙ね。なんか勉強だこみたいな、勉強だこってあるじゃないですか、ここにできる、それができそうな勢いでしたずっと書いてたから。そう、てかリップの色がない。あと縁日で、縁日のブースにたくさん遊びに行かせていただいて、あんた何回来んねんってぐらい行ったんですけど、そう、ありがとね、楽しかった。そう、
もちろん屋台を買いにも行ったんだけど、みんなとお話しに行きましたね。もし動画とか写真撮っててくれて、まあ、可愛くよ、絶対可愛くね、可愛く撮れたら X にあげてくれたら嬉しいです。見てます。サッチースペシャルのスムージー、サッチーがなんか作ったみたいになってるけど、よかった。あれでしょ、今日はいちご味を飲みました。昨日はねマンゴーを飲んで、今日は全トッピングさせていただきました。そう、ここまで来てくれてありがとう。日傘してたんだけど、みんなと話すのに夢中で、あんまりしてなくてちょっと肌が痛いですね。ピリピリしてます。日焼けした気分です。やばい、さっき色白ってよく褒められてたのに黒くなっちゃう。大丈夫かな。まあ大丈夫か。今日のヘアアレンジかわいい、お花。これは、あ、でもなんかちょっと潰れてるからお花みたい。確か最初ねクラゲにしてたの、こういう。でも髪の毛の、あの長さが足りないから、ちょっとやめて、クマさんまではいかないけど、ちょっと潰れた耳のクマさんみたいな感じ。リコチさんといっぱい話せたんだ、楽しかった。ラブ。あと千穂さんといっぱい話せたんだ、ラブ。千穂さん、千穂さんとは、あの去年の6月の浴衣でもお写真撮っていただいたんですけど、その写真見比べたら、あのサチ変わってました。ここがまずできたことですね、この触覚が。そうで、あとね、あのめちゃくちゃリラックスというか、なんてお話できるようになりました。自分がお前まで、あ、そうです、あ、はいはい、3期生でやります、はいはい、あ、あれか、頑張ってくださいみたいな感じだったけど、そう、今日はたくさん話せて幸せな時間でした。ありがとうございます。無線スペイベありがとうございます。すいません。パセリちゃんさんがパセさんって呼ぶの喜んで、え、そうなんですか。パセさん、パセシャン、パセさんの間で呼んでるの、実はパセシャン、パセシャンって呼んでる、そう呼んでるんです。パセリさん大好き。そう、間パセシャン、パセシャン、パセシャン間で呼んでる、パセリさんとパセリシャン。そう、今日アニメのカラオケのやつで一緒でした。そう、カラオケで緊張します。緊張っていうか、そう、今日はですね、アニメタッチを歌いましたね。と、呼吸を止めて1秒、あなた真剣な目をしたから、そこから何も聞けなく
ナルの星屑ロンリネ。なんかあのね、ありがとう、お疲れ様。2日間でさ、めちゃくちゃいい写真いっぱい撮れたんだけどさ、いつどのタイミングであげるか本当に迷ってる。本当にいっぱい撮れた。もうね、もうめっちゃ見てほしい。もう撮っておきの一枚柄の、そう、こういうなんかコスプレ系をした時は上島ゆかちゃんと絶対ね写真を撮るんですけど、そう、今日もサンタコス以来サンタコス以来こう2人でねラブラブ写真を撮ってきたので、みんなに見てほしい気持ちもありつつ、まさっちだけのものにしたいっていう気持ちもある。そう、超お気に入り、えぐち、さちゆち、ふっふっふー、こっちもやったら何度も、え、可愛く撮れましたか。あとカナが撮ってくれたあの超エモい写真もあるんですよ。うまぱよでほぼサッチ歌ってた。え、本当に嘘、サッチはみんなの声聞こえた。そう、タッチね、肉フェスでうまぴょはさせていただいたんですけど、あのあとなぜかあのあとにめちゃくちゃハマってめっちゃ聴いてたの実は。そうだから言えました。結構ノリノリだったでしょサッチ。そう、はいはい、育成写真諸君、ちょっと歌詞がないと歌えないんですけどね。ちなみにビートパン投げたら帰ってきた朝練中心シャフィードビーフォー走った後にそろそろいっぱかし楽しかった運動会。さあまだまだ盛り上がってください。あ、違うわ、歌詞があったら歌えるんですけどね。今日、まあ、縁日やらカラオケやらいろんなとこでサチさんサチスチかもお話し会とかね、いろんなとこで今日ね、今日と昨日でサチさんサチスチかもって思ってくれた方へ言います。8月25のライブ来てください。そう、そうじゃない人は今日と昨日でスチスチになったじゃないよ、前からスチスチだよサッチのことはって人は来てくださいというか、もう来ます、知ってますですよね、うん、知ってますよ。来てくれることなんて、今日と昨日でスチスチサッチになってくれた方は今予約してください。8月25日、チケット販売は STU の公式から飛んでいただけると幸いです。よろしく、よろしく。サッチも好きだって言う、どんどん宣伝だった。宣伝地しました。今日も、あ、25日行きます。しゃ、広島行けなかった25、え、みんなありがとう、楽しみにしてて。今日もカラオケ終わった後、アイドルのチームがやってる時、アニメだったアニメの曲のカラオケだったチームとスタッフさんで語ってました、25について。そう、さっち髪型かわいい、あと X、 え、髪型いいでしょ、めっちゃ。そろそろくしゃみ披露した、うん、今後ないですね、残念ながら。ありがとうございます、すみません、ありがとうございます。みんなね、暑かっただろうからしっかり寝てね。
ちも暑くて今帰ったらなんかもうまぶたが落ちてくるもん。なんかさ運動会の後みたいな疲れ今いっぱい日光に当たったから。サッチーかわいすぎでした。ありがとう。テレちゃん。また会いに来てね、じゃあ。約束っちーで。よろしく。よろしく、よろしく。サッチーうちわもらって。ちっちーです。サッチーうちわ、あってことは、サッチーすちっちー軍団の仲間入りですよ、それ。もう受け取ったってことはダメですよ。もう大会はできないのでよろしくお願いします。よろしく、これからもよろしくね。そう、そう、もう強制加入なのでお話し会待ってます。ライブも待ってますね。みんなさ、あ、サッチーのうちあるんだ、あ、もうもらっとこっかなって思ったらもう話せれないんです、実はそのうちは。都市伝説、その辺の都市伝説より怖い。そう、うちは持ってない、はい、え、そんなことはない。サッチーの愛があったら全然入れます。生誕メシ方、嬉しい。そう、誕生日のこともたくさん、あ、生誕セレモニーありがとう、本当にたくさんの方が集まってくれて嬉しかった。ちょっとまださ、セレモニーに慣れてなくてさ、ちょっとなんかジタバタしててちょっと恥ずかしかったけど、感謝してます。とってもありがとう。かわいいひまわりで横断幕。サッチーのこと好きですね。サッチーの好きなもの知ってますね。よくありがとうございます、そんなに知ってくれて。みんな気づけばあと1週間なので、サッチーの誕生日まで早いですね。19歳になります。こんにちは、来てくれてありがとう。楽しみ、嬉しい、一緒に楽しみなんだ。楽しみにしてくれて嬉しい。誕生日おめでとう、ありがとう。ちょっと早い。そう、なんかね、記念配信とまたぎ配信したいんだけど、まだね詳細がはっきりしてなくて、とりあえずケーキは買おうと思うんですけど、そう、マジで詳細がはっきりしてなくて、その日のスケジュールは断言はできないですっていう、ツンツンすみません状態。19になりますね。ラストティーンですよ、サッチーも。楽しかったね、今日。楽しかったな。この2日間、サッチーの優しさが伝わりました。皆さん聞きましたか？サッチは優しい。嬉しい、ありがとう。やばい、止まっちゃった半目で。思い残すことない、いい年にね、本当にね。
楽しみだな。こんばんは、来てくれてありがとう。サッチーは野菜。違いますね、どちらかというと。あ、早めのお誕生日おめでとうって忘れました。あら、いいのよ、伝わってたわ。え、嬉しい、ありがとう。バファリン、バファリンってなんだっけ。そうだよ、みんな堂々と会いに来てね、ちゃんと。なんかキョロキョロしてる人とかもいるけど、何を気にしてるんだろう。そう、屋台前でサッチ見たけど、浴衣可愛すぎる。嬉しい、サッチありがとう。サッチは、あ、まあちょっと変な顔してた。そう、頭痛にバファリンか、なるほどね。誕生日本当に楽しみ。日傘にツンツンされたけど大丈夫？日傘にツンツンされたけど、そうなの？全く気づかなかった。全く気づかず目の前の食べ物に夢中でしたね。さっちゃん、ついてありがとう。無事髪の毛も決まってよかったです。こんばんは、来てくれてありがとう。そっち来てくれてありがとう。今日でチャレンジおしなみ、レジありがとう。さっさしてちゃありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。さっさしてちゃありがとう。好きな可愛い可愛かったニュー、少しボーナス、タルタルタルルル、嬉しくなりす、新しさです、アップデートアップデート。ごまきくだ、ありがとう。タッチダンス、地図地、ありがとう。浴衣姿素敵でした。ありがとう、優しい。みんなは1日目のピンクちゃんと2日目のシロちゃんはどっちが好きだったかな。じゃ、みーやー、夏って感じのクマシャンタワー、ありがとう。みーやー、ありがとう。お話し会2日間もありがとう、ありがたわーです。にょき、ありがたわー、みーやん、ありがとう、みーやん、ありがとう。ありがとう。最高の2日、よかった。サッチーも最高の2日間でした。ありがとうございました。楽しかった、本当に。 STU48 って最高だよね。STU って本当に最高なんですね。はい。浴衣幸子の美人良すぎる。あ、みんな惚れ直しちゃったの今日で。浴衣はピンクかな。お、いいですね。さっちもピンク好きだよ。まあどっちも好きだけど。そう、本当にいいグループだからね。そう、 ST 最高って言ってくれるの大事。え、マジで心の底からもう楽しい毎日。そんなST48、 これからもたくさんの方に愛していただけるように。おっと、これはちょっと誕生日の夕日ですね。誕生日の日に言います。
もこういう時にさ、あ今日楽しかったなっていうとかの日にさ、そういう思いって出てくるよね。よりいつも思ってるけど、こういう楽しかった日とかめっちゃ思う人。さっちーはこれまではね、この場所をもしかして、そう嬉しい、俺の夏戻り一旦終了。本当にいいんですか、一旦終了で。まあ無理は言わないのでいいんですけど、8月25日もあるので激推しですよ本当に。今日も語ってたもん、 2.5 期さんと3期と。あったらわかる、サッチはやばい、もう一度言います、皆さんよく聞いてください、あったらやばい、サッチはやばいそうです。ってことは会うしかない、ってことは8月25日来るしかない。あ、パシャリンコローケイキさん、ありがたわー、ありがたわーです。ローケイキさんありがたわー、ありがとう、ありがたわーです、こんにちは、来てくれてありがとう、ありがたわー。いるかな、なんかさ腕がヒリヒリするんだけど、これって日焼けの予感、日焼けの予感ですよね。今日早く寝ます。コメント泣く、あれコメントした、ごめん、あれコメント来てない、あれなぜだろう、みんな来てる、さっきたまにあるんだよね、コメントが抜けてることが。どういうこと、コメント何これ、なんとか今日昨日行けなかったお詫びだよお詫びたわ、ありがとう、ありがとう、そうなの、ありがとう、嬉しい、そう嬉しい、何シャドーバーンって、東京やるの、あそうなの、都会ボーイなんですね今。そう、今日のまつげもいい感じ、ちなみにって言うのにさ、まつげ太いって言われたんだよねまあ見ないでください、来てくれてありがとう。サッチーがタッチー、そうだよ、サッチーがタッチー歌ったんだ。どうでしたか、聞いてた人いる現地で。パセリさんがさ、よかったらペンライト振ってくださいって、緑と白かな、振ってくださいって言っててさ、サッチーも言えばよかった、綺麗だった、めっちゃ景色、サッチーもペンライトの景色見たかった、さすが先輩です、見習います、来年はそういう、もしあったら、よかったら黄色とシータと黄色振ってくださいって言ってから歌おう、盛り上がった、よかった、楽しかった、さっちも
ぐるんぐるんですね。あ、いい匂いがする、あれの。やばいやばい、痛い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 。髪の毛が絡まってる。これはシャンプーが大変だ。制汗剤を感じる。あ、いい匂い。これはシャンプーが大変です、皆様。匂わないでください、やめてください。フチタンスチスチ、ありがとう、ありがとう。ローモバペンライト3つ、よろしくお願いします。手はつらないように気をつけてください。やめて、みんなあげないよ匂いは。スウェーティースメルです。違うわそれ、ごめん、違う、いい匂いです。そう、浴衣祭りありがとう。痛い、取れないよ、誰か取ってよ。どっちも今日は早く寝ます。明日も楽しみですね。応援してる、優しい、ありがとう。ひーちゃん呼ぼうかな、あ、取れた。優しい、応援してくれてるの。25日はその曲しますか。何、何の曲だろう。寝顔 NG アイドルです。こんばん、来てくれてありがとう。わ、痛いですね。髪の毛取った後って痛いんだよね、ここが。結んだ。やばい、これシャンプー絶対大変。うー、かわいいかこの髪、優しいね。いや、ほどくんじゃなかった、絶対ほどくんじゃなかった。もう恥ずかしい、ちょっと隠れる、恥ずかしくて隠れちゃう。よいしょ、絶対取るんじゃなかったよね、そっち。これは呼吸を止めて一秒、あなた真剣な目をしたから、そこから何も聞けなくなるな、落ちくずらんりね。見て、そっち学生時代使ってた定規、三角の、そう、すごくない、これで勉強してた。そっちの学生時代の筆箱、かわいいでしょ。ミフィタン使ってたの、この時からミフィタン大好き。数少ないお小遣いで買ったんです、これを。そう、学校で使ってたさ筆箱、そのまま使ってる。でも確かに学生時代使ってたとは思わない。でもね、最近なんかな、高校生になって買ったから意外と大丈夫。25日は昼夜行きます、イエーイ、最高。16日、え、そう、僕とちょっとそろそろできたい。そう、三角柱、そう、三角です。そう、こういう半透明のおしゃれではね、聞いてください、これギリギリなんですよ。そう、いつもこうやってこうやって入れてます、可愛いから使って。そうだよ、だって髪の毛ボサボサなんだもん。みんなは可愛いって言ってくれるけど、ありがとう、可愛いって言ってくれて。そう、そう、ギリギリさよならが言えないよ、手が手を褒めんだ。去年の今頃は山口公演に向けて頑張ってますね。絶対に申し込んでください、お約束です。サッチーとの指切り現場、来年の今頃、ちょっと難しいですね。何してるんだろう、雑誌の撮影で忙しい。雑誌の撮影と、まあ、地上波のドラマと、あと
全国の映画の撮影でちょっと忙しい感じです。あとフェスも重なっててすごい忙しい感じだと思います。多分来年は雑誌の撮影、多分明日5時から多分雑誌の撮影入って、その後、ドラマ3話ぐらいの多分撮影日でやって、でその後みんなとレッスンあのフェスのためのレッスンに合流してっていう多分感じだと思いますね来年は。まあ言うのはただなんで、みんなワクワクするでしょあれ聞いたら。どう、サチはすごくワクワクする。そうソロアルバムのね収録もそろそろ始まるから今ちょっと練習中、そう写真集もちょっと出す感じだから、ちょっと今あのスタッフさんとあのズームでお話し中って感じで、そう寝る時間なくて、そうで今ねこうみんなにこう笑いながら睡眠時間30分みたいな初めてサッチのペンライト嬉しい、手つらないようにね、ありがとう。そうママポジティブだから俺っちもポジティブ。あ東京ドーム公演申し込みました。多分そうみんなは東京ドーム公演で今頃新幹線を予約してるんじゃないかなって。いやーね大変だけどありがとう、優しい。そうそろそろってないよね優しい。そうちょっと今ねアルバムについてちょっとスタッフさんと会議中ですね。3回目ぐらいのズーム会議ですね。こういう構成にしようとかいう感じの会議をしてっていう感じですね今は。なので発売を楽しみにしてくださいっていう妄想です。さちゃんスチッチありがとう。そうですね、ソロコンの練習もさすがにちょっとそんなに詰めたらサッチが倒れちゃいますね。そう夢を語るときそれなボサボサだけど大丈夫ねえ、ストレートにして。そう嬉しい、みんなもそうやって言ってくれて頑張れますね。夢もたくさん作ってみんなと一緒にたくさん叶えれたらいいなと思います。今ショートカットみたいじゃない、なんか昭和のアイドルの髪の毛してない、ありがとう。この半顔の状況でフォローしてくれてありがとう。ごめんね、なんか左はちょっと収まったけど右はなんか爆発した。昭和っちかわいい、ありがとう、優しい。トゥルルルルトゥルトゥ、びをしました。こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、佐川崎です。3期生の STU 代表してください。ルルルルッルッ、やばい髪の毛絶対ほどくんじゃなかったんよね、絶対にそうなんだけど、ほどいちゃった。こんばんは、来てくれてありがとう。
みんな8月25日をしたかな、どう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 してくれてるかな。そう、こんにちは、来てくれてありがとう。可愛いけど、え、本当に優しいね。ボサボサの、わかる、このボサボサ具合。そうで、制汗剤何だっけ、清涼、整髪料めっちゃついてる、やばいやばやばやばやっぱゼロテネラジバンバン。25日は職場から、あ、お仕事か、お仕事仕方ねえ。で、誰、私上から目線だよね、ごめん、直す、やる、こらこら、ありがとう、お仕事、あ、やばい、すいません、すいません、お仕事頑張ってね、お仕事の方は気持ちでこうコール、ペンライト伝わってます。でも、もし充電切れないで、いいとか、いいとこで充電切れないで投げたよ、25日、なんとかするしか、どういうこと、予定があったのに投げてくれたの、それマジですか、嬉しい、めちゃくちゃ頑張る、25のためにね、生きてるの今。思う。そう、サチコはスプレー何使ったら、ケープですね。こんばんは、来てくれてありがとう、かわいいアイコンが、ちょっと届くんじゃなかったですね、本当に1000回ぐらい言えるぐらい、なんとか目線、どういうこと、充電ギリギリは見習わなくてオッチェです。みんなさっきよく怒られるんですよ、お母さんに、だからモバイル充電を毎日充電して持ち歩いてよって、って怒られるんですよ。そう、でもさ、モバジュってさ、充電時間かかるんですよ。そう、だから常にモバジュを充電しておいてって言ってるでしょ、さっちって。ママチー正しい、そう、何が起こるかわからんからさ、ね、こんな話し方じゃないよ。さっち来てくれてありがとう、シャチさん今日は撮影ありがとう。そう、ママが正しい、今日はでもちゃんと、今日はね一日いるから、そう、さすがにモバジュ持ってった、そう、そういうモバジュが欲しいですね。そう、ママさすが、もう多分もう寝てるけど、ママ大好きな可愛い可愛かったって感じ。そう、ありがとう、初見さん、こんにちは、来てくれてありがとう。まあそうだよね、ボバチューはね大事だよね、分かってる、サッチーも分かってる、マッチーたまに見てるよ、サチのショールーム、シャチさんのカラオケめっちゃうまかった、嬉しい、タッチ歌いました、呼吸を止めて1秒鼻の真剣、マッチーの話がいざれば、サチが許しません、サチが やらせません、そう、あ、多分今はいません、早寝早起き朝ごはん系女子なので、お母さんはそう多分いないですね。スイッチありがとう。そう、そう、呼吸を止めて1時間、それは結構生命の危機を感じますね。そう、あの近所に ST の CD 配ってる、え、配ってない。でももしかしたら選抜とか入ったら配るんか、わかりません、わかりません。タイタスチェチありがとう。
嬉しい。え、わかる。でもさ、浴衣着るとちょっといつもの倍良くなるって感じですかね。スマイル。でもやっぱこういう浴衣とか着たり、あとサンタのコスプレとかしたら、あのやっぱね、写真をねいつも以上に撮っちゃう。そう、やっぱなんかすごい華やかになる気がしますね、個人的にも。あのね、ヨーヨーとかもあの用意してくださってて、そう、そういうの使って撮ったり、いっぱい撮っちゃうんですよ写真を。ごま来てくれてありがとう。じゃあそろそろ終わろうかな、12時になっちゃうし。めっちゃいい匂いする、髪の毛かな。さやさんのヨーヨーかもしれん、終わった後。そう、終わった後まとめてる時にヨーヨー1個いただいてもいいですかって言って、どうぞって好きなだけ持ってってって感じだったから、そうかもしれない。サチ来てくれてありがとう。こちらこそありがとう。サチ来てくれてありがとう。いや、25日の髪何にしようって言うとすけど、ごめん、もう決まってるんだった、心の中で。お話し会また待ってます。次は大阪で、12月です。直接はオンラインはたくさんあります、その前に。で、直接は12月のサイン会です。みんな待ってるよ。サチサチワールドへようこそ。何、サチサチワールドとはって感じだけど、みんな待ってるよ。コマ来てくれてありがとう。その前にもたくさん会えるのはある。大阪リアル申し訳なくなってきた、そう思った時が買い時ですね。ぜひ会いましょう。約束です。今約束したのでよろしくお願いします。よろしく。あ、ジュニエと会いに行きます。だって待ってます。楽しみだね。楽しみしみこん。待って、何それ、25日可愛かったら買い増しかな。審査されちゃう。可愛くなっとこう。そう、嬉しい。再販あったらまたお知らせします。みんなもチェックしてね。ありがとう、嬉しい。嘘です、可愛いのしてるから。よかった、実際見てさ、あ、可愛くない、やっぱ話から行くの、イエーミユって言われるのかと思って、涙が止まらないかと思った。だから来てくれるのってことは、ありがとう。そう、サンタコスはミニスカ出た、ミニスカ中。ミニスカなんじゃない、去年もミニスカだった気がするけど、うん、でもミニスカだった気がするよ。どうだろうね、それは来てチェックするべきですね、やっぱり。そう、こうやっぱ自分の目でこう、あ、ミニスカだって思った方がやっぱ嬉しいじゃないですか。ってことはみんな大阪に来るべきですよ。そう、そんな幸が悲しいことは天に近づいて。嬉しい、優しい。サチの写真、うん、いいけどカワチーノにしてよ、絶対に。半目とかなんか、へえみたいな顔とかはダメだからね、カワチーノにしてね。そう、サチこんばん、広島でサチカワチ、え、嬉しい、ありがとう、幸せ。あ、ちょっと男女見ます、58分なので。それでは行きます。13位ピアニッシモさん、12位おいでます元気さん、11位ケイセティンさん、10位かたまつりさん、9位ブルーさん、8位ホッシーさん、7位りょうちさん、6位くまねパパさん、5位タイ
テリーピーさん、4位のぶさん、3位台湾のコウさん、ありがとう。そして2位はローケイティさん、ありがとう。タワーもありがたわ。そして1位はミーヤン、ありがとう。タワーもありがたわです。です、ありがとうございました。おっと、あっという間に59分。皆さん2日間直接お話がありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。幸せな2日間でした。これからも幸せを更新していきましょう、一緒に。ということで、またちょっと髪の毛が変ですね。ちょっと今日のスクショは NG でお願いします。するなら最初の、髪の毛はちゃんと決まってるやつでお願いしますということで本日の配信はこの辺で終わろうと思います。皆さん本日も、こうしたらちょっと表に出れました。ちょっとまとめて、本日も配信を見に来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。とっても楽しかったです。来た方はね、暑かったので水分補給と、しっかり休んで、休むために寝ることと、ね、あと日焼けのあれとかもいろいろ、ちょっといろいろ気をつけてください。タッチも気をつけます。来れなかった方もありがとう、エールたくさん届きました。サッチの X にあげたかわちい浴衣の写真をぜひたくさん見てください。いいねも待ってます、コメントも待ってます。ということで皆さん、また次の配信でお会いしましょう。じゃあおやすみ、明日も頑張ろうね。暑いけど、暑い時は氷を食べよう、アイスもアイスも。ということでみんなおやすみ、いい夢見てね。ボサボサでした、ボサボササッチでした。前半はちゃんと決めてたんだけど、じゃあね。